こんにちは、バルセロナのノブスタジオののりこです。今日はヤムナボディローリングのサイドライン、みんなシワシワのくしゃくしゃのシャツを思い浮かべてみて。前と後ろをきれいにアイロンしたとしても、横がシワシワだったら引っ張られちゃってきれいに伸びない。体もそれと同じだから、今日は忘れがちなサイドラインを伸ばしていきましょう。すごく効果的です。やる前に一つ注意点。この肋骨の一番下なんですけど、一番下はちょっとこの小指みたいな形になっていて、途中で終わってしまっているの。だからそこにボールをグイグイ当てて体の全体重かけちゃうと、万が一ポキッなんて言っちゃうこともあるかもしれないから、この一番下の肋骨にはボールは当てません。もちろんやりながらやっていきますので、そこ注意しておいてくださいね。そしてもう一つ大事なこと、サイドに向かって呼吸をするっていうことを心がけてください。じゃあみんな私と鏡合わせになるように、みんなは右からから、私はこっち側からやってきます。あと途中こう腕を上げていくシチュエーションがあるんだけど、四十肩五十肩で腕が上がらない方はおそらくきついと思うので、その時はベッドとかソファーの、アームとかを使ってやるね、やりながらやっていくのを、ちっちゃい上の方にバージョン出しておきますから、そっちのバージョンで腕を上げないでやっていってみましょう。ではまず最初のポイントが、大腿骨の大転子って言って、大転子ってこの大腿骨のこの骨の一番、出っ張ってるところですね。触ると多分わかるね、この一番ポコってなってるところ、ここにボールを置いていきます。この使うボールはゴールドもしくは白、白ボールね。で、大事なのはサイドをやってる時に、下の足から上までのコネクションを感じて、まっすぐの同じラインにいることです。この下の手をつける人はこの手をついてぐわっと体を上半身を押し上げていますが、ね、それがきつい方は肘上でこういうふうにいてください。なぜこう上げてるかっていうと、この上に肋骨を押し上げて足を向こうに伸ばしていて、ボールがここにあることでサイドウエスト、骨盤と肋骨の間のスペースがもうすでに広がっていくからです。では1箇所で2回ぐらいずつ呼吸をしていきましょう。1回吸って、で吐いて、大天使に沈みます。もう1回吸って、体を上半身上げるように下の手で押して、で吐いて、下の足は伸びていますが、上の足はこうやって曲げてバランスを取る、もしくは重なり合わせている、もしくは後ろに置いておく。骨盤は前を向いているようにしてください。ではここからちょうど骨盤の横の腸骨の上まで行きましょう。横、骨盤のサイドを触りながら腸骨上まで行きます。骨の終わりのところまで行く。それに合わせて下の手もアジャストして動かしてください。はい、でここでもう一個の手で持てたら肋骨をこうやって引き上げるように上げて、下の手で押して息を吸います。で吐いて、肩に沈まないように注意していってね。もう一回吸って、吐いて、ではここで一回ボールを取りますよ。ここが肋骨に入っていくんだけど、さっき言ったこの一番下のこの半分で終わっちゃってるのに触らないようにまず探します、ね、サイドウエストから肋骨を探したら、この薬指、中指、人差し指に3本分の指を置いたら、その上にボールを置きます。ここが肋骨の最初のポイントになります。どんどん下に連れていくから、ちょっとマットの上の方からスタートです。では横、大事なのはまず肘を曲げて頭は手の上で休ませます。肘がなるべく遠くに行って、同じ体のラインの先端にいるようにしましょう。足と肘が離れ合っていて、ボールが
肋骨の下にあって、上の足は曲げてバランスを取る、もしくは重なり合わせている肩の力を抜く。これでこの体勢が肩が痛いっていう方は、上のバージョン、ベッドの端っこなどを利用して手を下に下げた状態でやってください。大きく肋骨を広げるように息をする。これ肋骨がアコーディオンだと思ってみて、わーって広がって、で吐いて、肋骨が広がるように息を吸って、で吐いて、では下にずれますよ。ボールナッツを名前抜かないようにして、肋骨を上に押し上げる感じ、肋骨と肋骨の間を開くイメージで、ね、下にじゃあ2センチぐらい動かしてください。うまくもう一個の手や足を使って体をずらします。脇の下にしっかり入っていくまでに、ね、3回ぐらいは動かしましょう。息を吸って肋骨広げる。肋骨の間にも筋肉があるからね。で吐いて、吸って吐いて、はい、またじゃあ肋骨を上に押し上げる感じで上に動かします。このポイント、今 1,2,3 ポイントやって、次4ポイント目でしっかり脇の下に入ってくる感じです。大きく吸って、で吐いて、肘から足までが伸びている、骨盤が下に引っ張られているような感覚、肋骨を広げるように息を吸って、吐いて、では脇の下に入れていきます。でここで手を伸ばして、脇の下にしっかり入れてきてください、はい、手を遠くに伸ばします。足も遠くに伸ばします。頭は、ね、こうやって上げて疲れちゃうから、手の枕を、肩骨の枕を肩の上に置いて頭を休ませるとか、実際ここに何かクッション枕を置くとか、もう一個ボールがあったらボールを置くとかすると首が楽かなと思います。息を吸って、で吐いて、吸って、肋骨広げる、吐いて、では腕の骨に入っていきますよ。腕の骨に入った、肋骨が下に、骨盤が下に、足も下だけど腕向こう、吸って吐いて、では肘の3分の2ぐらいまで距離いきましょう。サイドです。横に、向こうに伸ばして、体はまっすぐ正面を向いているようにしてください。ではまたボールを脇の下に戻していきます。ここでもう一度体を休ませてもいいし、できる人はこのままうまくバランスを取りながら上の手を向こうに伸ばしていきます。ボールの上に重なるように、はい、ではボールを取って仰向けに一度なってください。体の変化をちょっと感じてみましょう。今みんなの右側とやってない左側の差、肺に呼吸の入り方が変わったのを感じますか？肋骨がフリーになることで
背骨も伸び、肩がフリーになり、腕の関節も開きます。では膝を曲げて横を向いて上がっていきましょう。反対側やりますよ。みんなの左側をやっていきましょう。大腿骨天使に、大天使に置きます。大腿骨の骨ね。腕をつけられる人は手で下の手を押して、足はまっすぐ大きく息を吸って、大腿骨をまず刺激です。大腿骨に沈む、でも同時に上半身上げると思ってください。では骨盤の上まで行きましょう。時間がある人はもっとゆっくり動いても大丈夫ですよ。ゆっくり上に押し上げるように、骨盤の骨、腸骨横の出っ張りまで行きます。同じく足は向こうに伸ばし、ボールに沈み、同時に肋骨を押し上げる。もう一個の手でサポートして押し上げる。ではボールを外したら、今度は肋骨の一番下をチェックです。でここから3本指を置いて、人差し指の上からスタートです。下に下がっていくから、マットの下にちょっとスペースを置いておいて、肘を遠くに、ボールと体のライン一直線、頭は手の中で休む、肩の力を抜く。腕がこの体勢にすると痛い人はベッドでやる。骨を1個2個分ぐらい上げましょう。2センチぐらい動かしました。大きくアコーディオンを広げるように息をして、赤ちゃんの肋骨が動くみたいに、みんなの肋骨も動くのをイメージして息吸って、肋骨と肋骨の間にも筋肉があるからね、それにボールがアクセスしています。吸って、もうこれ以上できないぐらい開いてから吐いて、吐き切ったらまた動かします。うまく足ごと手を使って上に肋骨を広げるように押し上げます。このポイントが終わったら、次に肋骨に、肋骨の、この脇の下に入っていきます。大きく吸って、骨盤が下に引っ張られて、腕向こうに、肘向こうに引っ張られてるイメージ。では脇の下に入れてきますよ。脇の下にしっかり入れてきてください。そして同時に手を向こうに伸ばします。足を向こうに伸ばして、手で枕を作る。腕に入ります。しっかり手を向こうに伸ばすイメージをしながら、腕の中に入ってきます。腕の骨の下に来ました。バランス取れるかな、大丈夫。では最後のポイント、肘の3分の2ぐらいまでの距離まで行って、1か所で2呼吸から3呼吸してください。で
では一回脇の下に戻しますね。一回脇の下に戻して手を伸ばして、こうこれであと2呼吸ぐらいやっていてもいいし、できる人は上の手と足を伸ばします。ボールに重なるように、では外して顔向けになりましょう。肩を下ろして背中をぴったりつけて、足を伸ばして、サイドラインが伸びたのを感じます。肺への呼吸の入り方が左右同じになりましたか？横を伸ばすことで体の前面も体の後ろも伸びていきます。それでは膝を曲げて横を向いて上がってきてください。どうでしたか？もし、これ良かったなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。他にもヤムナの動画、またこれから出していきますね。ピラティスの方もどうぞよろしく。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。